ブルーロックは、近所を宗之の村雄介による日本の漫画。週刊少年マガジンにて2018年35号より、連載中。史上最も憧れたサッカー漫画の異名を持つ。2021年5月に第45回、後段者漫画賞の少年部門を受賞。2021年8月時点で、累計発行部数は500万部を突破している。 高校生のサッカーが舞台であるが、日本各地から FW の選手を集め生き残りをかけて戦わせるといった部活やクラブチームとは異なり、デスゲームの要素が強い。また、絆やチームワークではなくエゴイストを求めるといった主題が特徴である。一方、日本サッカーや実在の選手を卑下するような描写があり、それによる批判の声もあった。日本代表が、 サッカー W 杯をベスト16で終えた2018年。日本フットボール連合は日本を W 杯優勝に導くストライカーを養成すべく、ユース年代の FW300 人を対象とした青い監獄プロジェクトを立ち上げ、ブルーロックと呼ばれる施設を建設する。失格者は日本代表入りの資格を永久に失うという条件の中、無名の高校生プレイヤーである。 清代一は、世界一のストライカーになるべく、計画の全権を持つ絵心人チがかす試験に挑む。埼玉県高校サッカー選手権大会決勝戦、ボールは、一南高校2年 FW の潔よよ一に渡り、ゴールを狙う。清はゴール前で味方にパスを出したが、ゴールは、外れ、相手チームのキラ良,良介にゴールを決められ敗北。その夜、 全国を逃したことを後悔する清志のもとに日本フットボール連合から強化指定選手の通達が届く。制限時間136秒ボールをぶつけられた者が同室の受験者12名中唯一の鬼となる。鬼が誰かにボールをぶつけた場合、ぶつけられた者が鬼に変わる。制限時間終了時点で鬼だった唯一なの,のみ脱落する。ハンドリングは禁止行為。 青い監獄プロジェクトの参加者は5つの胸の内の1つで生活することとなり、1部屋12人の部屋に割り当てられる。清は偶然にも、キラと同じ部屋に入ることになる。絵心によって入寮テストとして、ボールを当てられた者が鬼となり、タイムアップ時に鬼だった者が脱落する、鬼ごっこが行われる。鬼になった清はアクシデントで足をくじいた、いがらしくり夢を狙おうとする。 気ガ振リにボールを当てる直前で、今までの人生を変えるために参加したことを思い出し、自分より強いものを狙うことに方向転換する。最終的にキラが脱落となり、エゴコロは不満を訴えるキラに対して、ストライカーは勝者になることができる有権者であり、その責任を背負って最後の1秒まで戦うものだとカッパした。残った11人は、 チーム Z として一時選考を戦うこととなる。所属する党内の5チームによる不参当たりリーグ戦。試合のルールは通常のサッカーに準ずる。勝利数上位にチームのみ通過することができるサバイバルマッチ。ただし脱落する残り3チームの中から最も得点数の多かった得点をそれぞれ1名も通過者とする。一時選考開始から。 トレーニングの毎日が続く。ある日、他のチームメイトとの実力差や先行きに対する不安を感じていた清は、彼に関心を寄せるチームメイトの8学めぐると、自主練を通じて距離を縮める。一時選考の内容は、総当たりグループリーグマッチという胸内の5チームの総当たり戦。全員 FW のチームで、 原点からサッカーをはじめ常識を壊せと絵心から伝えられる。一方、青い監獄の外では日本フットボール連合による記者会見が行われていた。同時に取材を受けていた世界11決の MF 意図司祭はその様子を見て日本にどのような FW が誕生するのか興味を持つ。第一試合、チーム Z はチーム X と試合を行う。全員が FW のため双方まとまりがなく、全員が自分のゴールしか考えない中、チーム X の馬狼翔英が点を奪う。チーム X は馬狼を中心としまとまる一方で、チーム Z はバラバラであったが、八落の提案により1点を狙う清志。清志はゴール前に抜け出す過程でゴールの匂いを感じ、チーム Z の国上蓮介にパスを出す。 国神のミドルシュートで1点を取るが、試合は敗北。試合後、絵心にストライカーを々のが、自分だけの武器を持つように宣告される。チーム Z の面々ンンは、それぞれの武器を言い合うが、清だけ、自分の武器が言えずにいた。チームが練習を通じて一つになる中、自信を失う清は、国神から、ゴールの匂いを感じるのが武器ではないかとアドバイスされ、自信を取り戻す。 チーム Y 戦、チーム Z は、ちぎり評判と G 契約のイエモン総人を除く9人が、順番に FW を交代する、次オレ級作戦を実行する。チーム Y のエース大川京気に先制点を取られるも、清は、ゴールの匂いの武器を生かし、双子一気が、チーム Y の裏の支配者であることを見抜く。高い身体能力を持つ、我が、騎馬丸銀と清が1点ずつ決めて、 勝利を収める。y 戦の夜、清志はゴールを決めたことで興奮して、モニタールームへ向かう。そこには、試合中で EF に徹していたちぎりがいた。ちぎりから、清志は空間認識能力があるのではないかと言われる。ちぎりから過去に怪我をした経験から、これまでのようにサッカーができないことを恐れ、諦める理由を探すためにブルーロックに参加したことを伝えられる。 チーム W 戦では前回の反省を生かし3人3組で交代し FW を担う33オールスター作戦を実行する。チーム W の主軸コンビはに環境弟はちぎりと同じ高校出身で因縁を持つことが明らかになる。一方、チーム Z のリーダー各工藤渡は先制ハットトリックを決める。しかし後半でクオンのミスが原因で逆転され、 チームで勝つことを捨て一人で一人で勝ち上がるために、クオンはチーム W と八王朝していたことが発覚する。クオンが寝返り勝ち筋を失った中で一人でゴールを決めるため奮闘する清に触発され、千切りは本来の瞬速を生かしてを取り引き分けとなる。五合胸最強のチーム V 戦では、駆動抜きの10人で勝つために千切り、国神、我が、 キバ丸を前線とし守りを固める作戦とするが、ナギ、聖志郎、ミカ霊レオウ、剣城斬鉄による激しい攻撃に通用せず、チーム Z は戦意喪失する。しかし、八落が武器のドリブルを生かしチーム V から一人で点を取ったことで、チーム Z は指揮を取り戻す。また、雷師、神護のディフェンスにより、司令塔のレオを制圧し、同点に並ぶ。 逆転するチーム Z を見て、今まで、霊王の指示でしか動かなかったなは、自分でゲームメイクを行うようになり流れは再びチーム V に傾くが、尻込みするチーム Z に対処かみなり氏は劇を飛ばす。それにより再び一点を取り返す。そのゴールまでの過程が、予想通りとなった清は、自分の空間認識能力を活かせることを悟る。 試合に参加していないクオンは人生をかけて戦うチーム Z の姿を見て考えを改め反撃するなぎをレッドカードで止め得点を防ぐ FK を防ぎボールを持った清は空間認識と未来予測を活用しゴール前に出るナギに追いつかれるが清が今まで得点を決めたパターンであるダイレクトシュートを決め勝利するこの結果 チーム Z は一次選考を突破することとなる。二次選考では他の胸の参加者も加わる。300人中125人が二次選考を受けることとなる。二次選考はファーストからフィフスステージに分かれており、ファーストステージを突破した者は、サードステージからスタート、3人1組を組み試合に、勝った者は相手から1人を引き抜き、人数に応じてステージが変動する。 セカンドステージを敗退し一人になったものは、脱落というルールである。一時選考を突破した清志は、八落、なぎと組二次選考ランキングトップ3の糸シリン、アリウ・ジューベイ、トキミツ、アオのチームに挑む。八落のパスセンスとなぎのトラップ力の化学反応を起こし点を奪うも、圧倒的な実力に敗北する。八落を引き抜かれセカンドステージに落ちた際、 元チーム X の馬狼、元チーム Z の正早朝日のチームと対戦。高い得点能力を持つ馬狼となぎの接戦の中、異なる欠点と武器を持つ清と聖馬屋は、お互いを出し抜くことを意識して、試合に臨む。最終的に清は、聖馬屋の武器、裏への飛び出しをトレースし、ゴールを決め勝利する。馬狼が引き抜かれ聖馬屋は脱落する。一方、 サードステージでは、国神、ちぎり、霊王が組む。霊王は自分を置き去りにしたなぎに復讐することを、理由に寄与し、なぎ、馬狼のチームに挑む。試合中、馬狼の自分勝手なプレーが目立ったが、国神の対策により、個人技が通用せず、国神、ちぎり、霊王の連携によりリードされる。それでも、固くな自分のゴールしか考えない馬狼に対し、 キヨシは、馬狼と協力するのではなく、馬狼を食うことを考え、馬狼をおとりにしなぎとの連携するという戦法で流れを変える。最終局面、自分をフィールドの王様だと考えていた馬狼はキヨシに、その座を奪われたことで一度は絶望するものの、復活し自力でゴールを決め勝利する。逆転された状況でも、 自分の武器を生かし新たな戦法を編み出したちぎりが引き抜かれ、国神、霊王はセカンドステージに交代する。この試合以降、馬狼は他人の能力や考えを認め、フィールドの悪役として味方を食ってゴールを奪うスタイルを編み出す。フォースステージで清志たちは八落を取り返すべくりんたちのチームに挑む。 キヨシと同じ空間認識能力や未来、予測能力を持ち、フィールドの選手全員の能力を最大限に発揮させる能力を持つリンに圧倒されるが、自分がゴールを決めることだけを考え味方からでさえ、ボールを奪うことだけを考える馬狼の戦法が鍵となり、反撃が始まる。キヨシとリンの読み合いで接戦してきた最終局面、今まで、 自分のサッカーを理解してくれる人間を探すプレーをしていた八学は純粋にサッカーを楽しむ気持ちを取り戻し、ドリブルで清志チームを抜く。結局清志によって八楽のシュートは防がれるが、こぼれ球を受けた林がゴールを決め、林チームが勝利。林によって清志が引き抜かれ、林、有り時光は八楽、清志の5人は二次先行突破となる。一方、 セカンドステージに進んだ国神と、霊王は、粗暴なプレイヤー指導、竜清と、元チーム Z のイガグリのチームと試合が決まる。指導の弱点のない能力と常識を超えたプレーに、圧倒され敗北。引き抜かれた、霊王はそのまま三次戦行へ進出した一方、脱落となった国神は、目の前に現れた、敗者復活戦の扉に進む。三次先行に進んだ清たちは、 選考の手始めに、絵心が招待した世界選抜プレイヤーと試合をすることとなるが、世界で活躍するトッププレイヤーを前になすすべなく敗退。試合後、世界選抜の一人、レオナルドルナから、この試合は U-22 本代表の選考であることが伝えられる。世界選抜戦後、残った選手に数日間英語学習が課される。ある時、 三次選考を突破した35人は、絵心から急遽プランを変更し、ブルーロックのメンバーでチームを組み現有マイナス20と試合をすることとなったと伝えられる。そこでチームを作るために適正試験を行うことになる。適正試験では、固定選手2名を代表とした3チームによる 5VS 五マッチを行い、代表選手との相性を試される。各チームの代表は、 世界選抜戦を終えた時点での上位6名が担い、残りの選手は3チームのうち1チームを選択し、1人に月1試合のみ加入する形式となる。1、2位が A チーム、3、4位が B チーム、5、6位が C チームと名付けられる。リンは1位、指導は2位、なぎは6位となる。清は A チームを選択し、七世二次郎、氷折羊と、 チームとなる。指導が先制点を取るも、B チームのランキング3位のカラス旅人とランキング4位の、いつやへすぐるにより点を返される。トップ6以外の選手は自分の力を発揮できず、トップ6のみで試合が進行する中で、氷よりはパス技術を生かしンと連携。B チームのちぎりは足を生かしカラス。いつやの先方に適応する。清はカラスに、 チームの穴だと判断されて徹底マークされていたが、7世のサポートにより力を発揮し流れが A チームに向く。得点が4から4となった局面、清は氷折から思考を反射でやってみとアドバイスを受ける。A チームゴール前、氷折がパスを出し、林と指導がシュートを決めようとした瞬間、清は思考の反射を実践し、林と指導を出し抜きゴールを決め勝利する。 二試合目では、レイオーが、ナギと同じ C チームとなる。C チームのランキング5位の雪笛健優の好威力、ジャイロシュートを長トラップし先制点を取る。そこで、レイオーは、ナギが自分と出会った頃には見せなかった、楽しそうな表情を見て、自分では、ナギが満足させるプレーができないことを改めて悟る。さらに、A チームの石狩幸夫と、 アリセイの高身長同士のヘッディングとフィニッシャーのリンによりカウンターされ、レオー自身には彼らのような特別な武器がないことを痛感する。レオーは自分の能力を受け入れ他人の技を復讐する戦法を編み出し、雪宮のジャイロシュートを再現し、ゴールを決める。試合には敗北するも、いつか、なぎに追いつくことを彼に宣言する。恋の甲はテレビアニメ版の声優。 絵心の判断により、全国から実力のある FW の高校生300人が集められる。所属、学年は様々である。キラ、西岡、石狩、大川は有名選手であり多くの選手が名前を認知しているが、彼らより実力があるものの知名度のない選手も数多く存在する。元、チーム Z 主人公が一時選抜で所属したチーム。 下馬表では5号ムに最弱だったが、一時選考を2勝1敗、1分けで2位通過する。元、チーム X エースの馬狼を絶対的な支柱としたチーム。チームメイトたちは、馬狼に浸水しきっていた。一時選考の最終成績は、1勝3敗の勝ち点、3と、得失点差マイナス3で5位。元、チーム Y 不気味なほど、組織的なチーム。 大川が中心だと思われていたが、実際は、裏で西がチームを操っていた。一時選考の最終成績は、一勝二敗一分けの勝ち点四と、得失点差マイナス八で四位。元、チーム WS コンビのワニカン兄弟を主軸とした、チーム。一時選考の最終成績は、一勝一敗二分けの勝ち点五と、得失点差マイナス一で三位。元、チーム V なぎ。 レオ、斬鉄の主力ストライカーによる、凄まじい攻撃力が、持ち味のチーム。5号胸最強のチームと呼ばれている。一時選考の最終成績は、3勝1敗の勝ち点、9と、得失点差プラス14で1位。上記以外の参加者、清志たちとは別の胸にいた参加者。同じ胸にいた者同士や、同じチームだった者同士の面識が曖昧であることが、多く、 かつて同じチームであったはずが、赤の他人であるかのように描写されていることもある。作中、世界最強と言われている選手。ジュリアン・ロキ、レオナルド・ルナ、パブロ・カバソス、アダム・ブレイク、ダダ・シューバの5人は、清志たちのチームが三次選考に進出した際に、対戦するために、絵心に招待される。清志が老い監獄招集された年に選ばれた20歳以下の、 サッカーワールドカップ U-20 の日本代表チーム、剣手速攻を心情にしている。首相売り場、マナゾラを、はじめ、大変有望な選手を多く抱えた年でもあることから、メディアではダイヤモンド世代と呼ばれている。青い監獄選抜チーム戦においては、意図しさを迎え入れ、試合することが決定している。絵心人八による、 集めた300人の中から一人を選抜するための選考。2022年に放送予定。ありがとうございます。